皆さんこんばんは、大橋ロコです。マネックス証券の雇用統計ライブセミナー始まります。今日もマネックス証券の吉田久志さんと一緒にお届けします。吉田さんこんばんは。こんばんは。嬉しそうですね。いや、ゴールデンウィークですよ。そうですか、はい、なんかあるんですか。びっくり。いや、為替が激しい動きをしておりますので、本当に今夜も動くかもしれないですよね。今日すごいやっぱり重大だと思いますけどね。重大、はい、ということで、本当に注目度高い、今日はたくさんの方見ていただいてるんじゃないかなというふうに思っております。はい、吉田さんはあの金がね、もうこのドル高円安って最終局面ですよというふうに指摘してきましたが、来られましたが、もうまさにものすごい勢いで今転換となりそう。うん、すごいあれですよね、微妙なところで、はい、で、ま、今週から、ね、介入始まってるじゃないですか。はい、でこの介入のやり方がですね、今までとやっぱりかなり違うなと。まあ、普通に考えたら、はい、もうとどめ刺しに来てますよ。そう、まあ、神田財務官本気だなっていう。ね、はい、結局今回って月曜日、あの祝日の日にやったっぽいじゃないですか。で、あの一昨日かな、一昨日の朝ですか。はい、だから日本で言うと、も、あ、昨日だな、木曜日の朝ですよね。FOMC が終わってもうみんな寝ようかなっていう時に5時台に、ね、やってますよね。また来ました。でこれってその、はい、月曜日のドル売り介入の水準下回ったところでやるわけですよ。はいはい、このやり方っていうのは普通はとどめさす時ですよ。はあ、うん、許さないってことですか。許さないっていうか、相当だから、うん、もう何でもありでやってるんですね。はあ、で普通ね、例えばあんまりなんか、最初のところで最初介入の話と、それからまあ、結構大事なこと言いますんでね、はい、その前まで我慢して聞いてくださいね。はい、で2022年って3回介入やってるじゃないですか。はい、あの時って1回目がね、9月22日で145円でやるわけですよ。はい、でその次は151円で10月21日にやるわけですよ。1ヶ月ぐらい置いたんですよ ね。だから円安阻止で145円でやっても止まらなくて151円でやりましたってやり方なんですけども、3回目って151円から下がった次の日に、次の営業日に結局150円また来たところでバーってこう、つまり売り水準基準を下げてやってくるわけですよ。はい、うん、これがね、普通にとどめ刺す時ですよ。あ、で今僕22年の話だけですけども、その前の介入ってそのさらに10年ぐらい前で2011年で円高阻止って方向逆なわけですよね。はい、民主党政権でしたね。そうですね、2011年ですからね。はい、この時で10月31日に75円っていう今のドルの最安値で介入するわけですよ。うん、で翌営業日にちょっと上がって77、8円のところでもさらに買っていくわけですよ。はい、こんな感じで結局とどめ刺すところっていうのは、はいはい、買いだったら買った水準に下がらないところでも追っかけて買っていく、はい、売りだったらその追っかけて売っていくっていう感じで、はい、これっていろいろと理由はあるんでしょうけれども、テクニカルにはもう2番天井を作りに行ってるわけですよ。はい、わかりますでしょ。はい、相場転換点ってやっぱり2番天井とか2番底って感じじゃないですか。うん、はい、だから2022年のケースだったら151円が1番天井でしたよって確認するために151円になる前にその手前でも介入しちゃう。はい、それを超えない手前でってことですね。でそれが普通、今言った通り過去2回の介入局面で全くそうだったんですけれども、はい、今回は最初からそれやってるわけですよ。そうなんですよ ね。月曜日がおそらく159円とかで介入するわけですよね。はい、でこう下がってきてまた上がってって、みんなその FOMC の後にまた介入すると思ってたんですけども、みんなの見込みと違ったのっていうのは FOMC で高派になってまたその介入160円に近づいてやるだろうと思ったら、はい、意外とハト派で、ハト派というか、まあ、タカ派じゃなくて、はい、上がらなくてちょっと下がったじゃないですか。はい、だから今回介入ないなってみんな思ったところを、下がってんのにそれ追いかけてきてやるわけでしょ。はいはい、だからさっき言ったみたいに、普通だったら最後をもうそのとどめ刺すところでね、うん、やるような介入スタイルを早速やってきてるんだから、おそらく僕あれとか見ながらすごく感じたんですけれども、これは予想以上に強い覚悟でやってるなと。はい、だからもう決めなきゃなんない。はい、おそらくだからあれなんですよね、後でもまた言いますけども、
みんな最初ね、僕なんかもそうですけども152円で買いにやると思ってるわけですよ。そうです、あれ超えたらやると思ってるわけですよ。思ってました、はい、でもそこでやんなくて、でもさすがに155円になったらやるねとか思ってたわけですよ。思ってました。で ところがそこでもやんなくて、はい、でみんなそのあたりからえってこれ適任じゃねえ。そう、途中でイエレンさんから介入は稀であるべきみたいなねコメント出たりして、アメリカから OK もらってないなとか、そうじゃなかったらやっても止める、なんかあのその失敗するかもしれない、ね、止めれないって思ってんじゃないか。そうそうそう、だからもう口先だけでねごまかしてんじゃないかと思ったから、その後からまっすぐ160円まで行くじゃないですか。で、まあ、そこでね出るんですけれども、はい、かなり僕が思ってるよりもあの本気だなと、はい、だから僕は後でも言う通りこんなの円売りバブルだから、はい、買いにやったら終わるなと思ってるわけですよ、はいはい、だからさっさとやれば終わるなと思ってたのが、うん、なかなかやんなくてと思ってたんですけども、僕が思ってるよりも彼らからするとやっぱりなんかこう相当あのここで止めないと結構やばいなみたいな。で僕は嘘から出た誠じゃないけれども、はい、あの円売りバブルだって気持ち全然関係ないあの変わりないんですけれども、一方で若干気になるのは通貨危機っていうのは、はい、アメリカの大統領選挙の年に起こるんですよ。あ、そうなんですか。このロジックってとても簡単で、はい、あのドル以外の通貨の危機っていうのを止めるためにはドル売り買いにしなきゃいけないじゃないですか。そうですね、はい、ドルを無限に持ってるのはアメリカじゃないですか、うん、はい、そのアメリカが大統領選挙でね選挙までは動きづらいじゃないですか、はいはい、だからそこをねつくんですね。あ、なるほど、マーケットってそういうもんなんですね。アメリカが動けないだろうって言って、はいはい、で代表的なのが2000年のユーロ危機とか、はい、2000年のユーロ危機っていうのは、はい、ご存じの通り1999年にユーロがね第二の基軸通貨ってなんか触れ込みで誕生する間には下がってどんどん下がってきました。そうそう、暴落して、そうでしたね、はい、でユーロ圏スタグフレーションだとかって言われてですね、はいはい、だからもう ECB だけで止められないから、うん、でもアメリカ大統領選挙があるまでは動けないだろうって言って、はい、こうまさにそんな感じ で若干違うけれどもよく引き合いに出されるそのポンド危機ってのも1992年なわけですよ。92年、これも大統領選の。そうでしたか。クリントンとね、はい、あのブッシュのお父さんが戦った年ですよ、はい、てな感じであの大統領選挙だとアメリカが動けないだろうっていうのをネタにしてですね、うん、あのその叩きまくるみたいな、はい、だから今回もあの円売りバブルであることは間違いないんですけれども、根っこにあるのは結局は異次元緩和のね、はい、副作用でしょ、はい、まあそうですね、で、はい、これってうやと思ったのが財務官の経験者の中のある人がインタビューで、はい、まさにそういうわけですよ。普通タブーですよ、うん、異次元緩和やったのが黒田さんですよ。そうですね、はい、財務省、同じ財務省、大物財務省 OB ですよ、はい、だから普通は財務官僚っていうのは異次元緩和の副作用とは言わないんですよ。うん、ところが言ってある財務官は言ってるわけです、インタビューに答えてね、はい、だからまあ本当にその通りなんですけれども、ただそれがねそれに伴う金利差の拡大って去年とか一昨年の方がよっぽど大きかったわけですよ。あとでも言いますけども、どんどん上がってた時ですからね。なんであの今年になって急にね、うん、みんななんかマスコミとかでも金利差って言うじゃないですか。何言ってんだって僕からすると、去年から変わってないんですよね。変わってないというか去年のピークよりもね、うん、むしろあの金利差自体は若干ですけど縮小してるくらいなのに、うん、なんでそれを材料にしてあの今これだけね円売りでこう仕掛けたがってるかっていうと、大統領選挙の年だから。そうだからそこでね、まあ、なんだかんだこうやってその煽ってですね、はい、アメリカがあの協調介入できないぞとかってやっていくとですね、相場も大相場になるじゃないですか。なあ、そうです ね今回もだからアメリカの許可が得られてないんじゃないかっていうのはまさにそういうことですよ ね、はい、あの全然本当はそんなことないから、うん、こうやって2回間にやってるでしょ。これまでね、だからあのその辺もあるのがちょっと心配ですよね。うん、でそれこそ世界あの第3位の経済大国の日本でね、はい、
トルコみたいになんか通貨危機止めれませんねみたいになるのって本当にひどい話だなと僕は思うから大嫌いなんですけれども、あのだからそうならないようにここで止めるっていうふうに動いてる気はなんか最近するんですよね、はい、かなり慎重にそのタイミングを見計らっていたということなんですね。そうそう、でやり方もそれこそ何でもあるじゃないですか、はい、そうなんですよ。祝日まず意表をつかれた、あるとしても火曜日かなってちょっと思ってたんですよね。ね、平常運転の平日に木曜日のやつなんて、はい、普通はねニューヨークと東京の狭間のところで5時ですよ朝、はいね、やるじゃないですか、はい、別にまあおかしくはないんですけども、うん、結構何でもありなわけですよね。それも意表をつかれました、はい、うん、だから思った以上にやっぱりあの覚悟を決めてやってんだな、はあ、だからまだ終わったとは限らないという、そう、まだ入るかもしれない。今日なんかだからね、はい、あのすごく重大局面ですよ、そういう意味で言ったら、うん、またこういう時強いのか弱いのかよく知らないですけども、弱くてもあの強くても弱くてもやるかもしれない、上がったらやるんじゃないですか、うん、もうだってとどめ刺しに来てますもん、そうです、やり方は。いやだからとどめ刺すっていう意味では弱くて下がったら追い打ちかけてやる可能性もあるってことですかね。あると思いますけどね僕はね。でこれ150円割に持っていけるかどうかっていうのがやっぱり一番のポイントで、はい、後でまた言いますけどね、はい、長くなっちゃいましたけども、はい、結構だからそんな感じで重大だと思いますけどもね。はい、ということで今夜大注目です。この後、9時30分ですね、夏時間ですね、9時30分に雇用統計のデータ発表になります。それまでの間石田さんから今現状どんなマーケットになっているのか、その需給も含めてお話伺っていきます。雇用統計の数字が発表になる10分前ぐらいには、まあ質問にお答えできる時間が作れればいいなと思っていますので、聞きたいことがある方はチャットの方にご質問の方をご記入いただければと思います。お時間が、できましたら皆さんからの質問に直接お答えいただきたいと思います。はい、わかりました。はい、では進めてまいりましょう。よろしくお願いします。はい、ではグラフをご覧いただきながら、はい、ドル円の月足のチャートですね。ご存じの通り去年一昨年とあの2回151円まで上がってるわけですよね。そうです。でまあ、ほとんど同じような水準のところでとりあえず折り返してということで、はい、151円の90何銭というのがこの間の高値だったんですけれども、はい、そこのところを今回ついに抜けてきたら、さっきお話したみたいに、まあ、介入の、ね、あの思惑なんかこう織り交ぜながら一気に160円まで、はい、結構あの投機ができないんじゃないかなということでなんか足元見て買い上げてたって感じなんですかね。うん、あのさっきお話したみたいに155円からがすごい早いわけですよ、うん、早かったですかね。最初は152円のところでここを超えたらやんねって介入だな、かなりそこでギューってエネルギー貯めてました、ね、うん、でそこを超えてもまだ出るなと思ってて155円ではやるなとかってみんな思ってるわけですよ。だからそのまで、はい、そこまではこうすごい鈍いんですけれども、155円、さっきの繰り返しになりますけれども、155円を超えてねやんないところでやれないなってみんな思うわけですよ。そうなんですよ ね、はい、理由知らんけれども、あこ口先だけで本当はこれできなくいい状態になってんなと思うから、そこからはもうあの火がついちゃったみたいな感じで一気に160円になったということですけれども、はい、ではですね、さっきお話したみたいにこれドル円のチャートになりますけれども、でよくね金利差金利差って言いますけれども、これが金利差ですよ。これ日米の10年債利回り差ですけれども、でこの丸2つがあのさっきお話したあの去年と一昨年の151円つけた局面ですよね、うんうんうん、その時の日米の10年債利回り差って、まあ、4% ぐらいまでドル優位円劣に拡大してるわけですよね、はい、そうですね、こうやってみれば今より全然、そうですよ、だから今の方が全然あの金利差はピークはね、はい、あのそのまあ、下回ってて下回ってますね、うん、それなのにレートだけ飛んでってるんですね。そう、去年までの感覚で言ったら、あのこの金利差からその弾き出すドル円っていうのは145円とかね、そんなもんですよ。そうですね、ところが現実にはねこうやって160円まで行きましたって話なわけだから、はい、金利差で説明できる範囲を超えてる円安になってるわけですよね、はい、じゃあそれをもたらしてるのは何ですかっていうと、これはドル円のチャートですけれども、それにあのこの番組でねよくご紹介する CFTC 統計の投機筋のドル円のポジションです、はい、ね、ですからこの棒グラフは見方として上に行くとドル買い円売りになります。で下だとまあドル円買いになるわけですけれども、これご覧いただくとですね、一昨年2022年のピークって
10万枚とかそんなもんですよ。うん、そうですね。去年は12万枚とか13万枚とかなんかそんな感じですよ。で折り返したいわけですね。そう、ところが足元ではこんな感じでもう18万枚ぐらいまでっていうことでもう過去最大レベルに並んじゃってるんですね。そうです。そう、だから今年に入ってから急増してるわけですよね。はいはい、この数ヶ月で急増してるわけですよ。さっき見たように今年に入ってから金利差で説明できる範囲以上に円安になっている。それを説明できそうなのは当期の円売りが急増しているからということになりますよね。はいはい、だからよくね神田財務官なんかでもあまりにも投機的すぎるとかって言って、でなんか一般の感覚としてね、うん、こういう偉い人たちってちょっとごまかしてんじゃねえかなみたいな、投機ってなんかわけわかんないことになってくるとみんな投機のせいみたいな感じで言ってるって、うん、僕もそう思ったりしないことはないですけれども、これ見るとですね神田さん言ってる通りだと思いますよ。本当にちょっとやっぱり本当に積み上げて円ショートしてるってことですよね。そうですよね。ファンドとかヘッジファンドとか、これはまあ CFTC アメリカの商品先物取引委員会の統計なので、普通はヘッジファンド の、はい、取引っていうふうに言われますよね。うんうん、ですからヘッジファンドなんかが、日本の個人投資家のデータ入ってないですけれども、うん、ヘッジファンドなんかがの円売りが急増してると、はいはい、じゃあもっと長い軸で見てみましょうと。で今2005年からご覧いただいてて、というか、まあ、ずっと遡ってもそうなんですけれども、これまでのその投機筋のドル買い円売りの最高っていうのは過去最大っていうのは2007年に記録してるんですね。はい、2007年に18.8万枚とかっていうのがこれまでのピークなんですけれども、はいね、この時って前後ご覧いただいても分かる通り突出してるわけですよ。そうですね、はい、だからこれはまず空前の円売りということで、はい、円売りバブルっていうことだったわけですけれども、はい、で足元はですね、さっきご説明した通りこうだから、うん、ほぼ並びました。過去最大とほぼ同じなわけですよ。同じですね。だから円売りバブルになってるわけですよ。はい、じゃあなんで円売りバブルになってんですかっていうことで、これに金利差を重ねます。はい、日米の政策金利差、日銀の、ね、政策金利とアメリカの政策金利を差っ引いたものですよね。引き算すると、でこうやって見るとさっきお話した2007年、円売りが過去最大を記録した時って金利差ドル優位円列位ですけれども、政策金利差は 5% 以上みたいな感じですごく大幅に開いてるわけですよ。はい、だから円売りバブルが起こったんだねって、大幅な金利差ってことからすると圧倒的に 円売りが有利じゃないですか。はいはい、ドル買いが有利じゃないですか。その方が金利スワップがもらえますもん ね。ですから、はい、多少なんか金利差がね縮小しよう、はい、何しようってあまり関係なくて、うん、もう絶対的に大幅な金利差で円売りが有利だから、はい、そうですね、大橋さんよくご存じの通り微妙な状況でバブルなんて起こらないんですよ。あ、圧倒的な状況でバブルは起こるわけですよ。はい、みんな誰考えてもキャリア関係ないわけですよ。こんなの誰が見たって円売りが有利でショートしか示してないわけですよ。毎日 FX やってポジション持つとよくわかりますね。そうですよね。ドル買ってるとそうやっぱ入ってくるけど売ったら大変ですよ。たまったもんじゃないですからね。はい、だからそうするとですね、みんなオール円売り状態になるわけですよ。そうですね、売ってドル買ってる方が得なんですもん。そういうところでやっぱりバブルって発生するわけですよね。はいはい、今まさに同じような構図になってるわけですから、うん、これ政策金利差ですから当たり前ですけども、この間3月に日銀がマイナス金利を解除するとですね、はい、若干縮むわけですよ。はい、で FF レートの上限が 5.5% ですよ。うん、で日銀がマイナス 0.1% っていう、ね、目標でやってた時っていうのは、はい、金利差は 5.6% ですよ。お、そうですよ ね、はい、ね、マイナス金利解除したらですね 5.5% になるわけですよ。縮んだ。だからね 5.6 が 5.5 になったってそんなのやめないですよね。そんなの、ね、これ見てても分かんないじゃないですか。はい、本当に はい、それでだから円買いになるはずがないじゃないですか。確かにそうです、ね。はい、ですからそのままね円安が続く、円売りが続くっていうのは全然おかしくないんですけれども、はい、ただしやっぱりそれだけね記録的に大幅な金利差の中でやはり大幅なその圧倒的に有利な円売りが急増して、はい、円売りバブルが起こっている、はい、それが金利差で説明できる範囲の、ね、はい、円安をもたらしたら160円になっちゃったというのが今の姿ですよね。はい、ところでね、じゃあ円売りバブルってどう終わるのか、
そう、一応前例があるわけですよ、はい、あ過去ね、うん、はい、未体験じゃないわけですよ、はい、だからさっきお話した2007年の円売りバブルはその後どうその終わっていったのかというのを考えてみるとこうなわけですよ、はい、これ2006年から2008年にかけて のさっきご覧いただいたのと同じドル円のポジションになります、はいはい、でこの時のピークって分かりづらいかもしれませんけれども、これ映ってんね、映ってますね、ここなんですよね、そこが一番の円ショートピークですよね、ピーク、はい、18.8 万枚って記録した2007年の6月末とかそんな感じなわけですよ、はいはい、でその前にですね日銀って2回ぐらい利上げしてんですよ、ああ日本は利上げしてたんですね、2006年の7月にゼロ金利解除するんですよ、はい、そうで、それなのに円売り、お分かりになりますね、ね、してるんですね、これ日銀利上げしたんだけれどもドル買い円売り逆にこう増えていってるじゃないですか、増えてますね、はい、全然円買いになってないの分かりますよね、はい、で2回目 のこの時には2回一応ゼロ利上げをしているので、はい、ゼロを 0.25 に、あ、で、はい、その後にさらに 0.5 にはい、上げたのがこのここですよ、2007年の2月ですよ、はい、この時には若干ですけれども少しまあドル円より縮小してんですよ、やめた人たちも出てきたんですね少しね、はい、でこの当時のドル円レートって120円ぐらいだったんですけれども、それが115円ぐらいまで5円ぐらいは円高いなんですよ、うん、ただそこあくまでも一時的で、その後はまたこうやってドル円よりが拡大してるのが分かりますよね、はい、これ見ると当時も今と同じように絶対的に大幅な金利差がある中では、日銀が1回2回利上げした中だとその金利差ってあまり変わらないので、だから全然ね円高にはなってなかったというのがよくわかりますよね、はい、そうですね、そんな円売りバブルが終わってね消滅したのはなぜか何かっていうとですね、ここなんですよ、この年の9月に今度アメリカが利下げを始めるわけですよ、ドル金利が下がったからなんですね、利下げをするってなったら、はい、する前からその見通しが出てくる中で、はい、こんな具合に18万枚19万枚近く拡大してたポジションがですね、たった2ヶ月で消滅するわけですよ、早いですね、逃げ足が早い、そう、はい、だからこれ見たらその金利差でね円高になるっていうのは、日銀がそれこそね小幅な利上げを何回やろうとあまりほとんど関係ない、そうなんですね、アメリカが利下げをする、はい、でアメリカの利下げも大抵は1回で終わらないわけですよ、はい、連続利下げのスタートなわけですよ、はい、でこの時なんてこの9月のところ 0.5% っていう大幅な利下げをするんですけれども、はい、それも始まりであってその後も利下げしていくとなってくると、はい、金利差は大幅に縮小するっていう見通しが初めて出てくるわけですよ。それでそうするとね、円売りは解消されるわけですね。以上の話からすると、はい、やっぱり円売りバブルの破裂っていうか消滅にはアメリカの利下げが必要なんですかってなるじゃないですか。なりますね。ね、はい、で最近出てるのは利下げいつやるか分かんなくなっちゃいましたねって話じゃないですか、はい、そうしたらまだまだ円売りバブル続くんですかっていうと、物事そこまで単純じゃなくて、はい、2007年は確かにそうやってアメリカが利下げするまで円売りバブルは消滅しなかったけれども、その時にはちょっと今回と違う事情があるんですね、はい、これドル円の5年移動平均線からの乖離率でよくね僕が使うものですけれども、はい、で5年線を2割上回った水準にね、うん、横線を入れましたけれども 20% のところですね、はい、足元で160円ぐらいになったところではもう5年線を3割とか2割以上上回ってるわけですね、はい、でこういう2割以上上回ったっていうのは今までは足元を除くと4回あるわけですよね、はいはい、でここで介入を円安阻止介入をやったところ、ドル売り介入をやったところっていうのを印つけてみると、ここでやってるわけですよね、はい、つまりこの番組でもよく言ってますけれども、5年線を2割以上上回った今回を除く4回のうち2回は介入してるわけですよ。そうですね、はい、で2023年、去年も上回ったわけですけど、去年やんなかったけれども
去年はスタンバイですとかって発言があったからやろうと思ったんだけどやる前から下がり始めたからやらなかっただけっていう可能性もあるじゃないですか。ドル金利がちょっと下がったんですよね、市場金利がね。明確にだからやらなかったのは2015年、つまりアベノミクスの円安のところだけなわけですよね、はい、アベノミクスの円安は円安容認政策をやってるわけだから、はい、介入しないのは当たり前ですよね、うん、っていうことからすると5年線を2割上回るまでそのドル高になる円安になった局面では大抵の場合介入やってるわけで、はいはい、今はまさにそういうあのルールで考えても介入やるときで実際今週やってるわけですよね、はい、そうですね、はい。ところがですね、問題なのは2007年ですよ、さっき見た投機筋が最大に円ショートした時、そう、円売りバブルが発生したあの2007年はここなんですよ、うん、そんなに乖離してなくない、そう、ね、つまり5年線を1割も上回ってないわけですよ。なかったんですね、この時。意外ですね。円売りバブルが起こってんだけれども、うん、ドル高円安は行き過ぎてないわけですよ。ないですね。だから介入しないわけですよ、はい、介入しないとなると、はい、介入しないとなるとアメリカの金利が下がって金利差が縮小するまで円売りバブルは続いたっていうのが2007年ですよ、はい、それがね、今と違うわけですよ。今はドル高円安がもう介入まさにしてるわけですけれども、するところまで来てんだから、やっぱり円安が行き過ぎてるっていうことなんですよ ね。2007年になぜあれだけ円売りバブルが発生しながらも行き過ぎたドル高円安にならなかったかっていうと、まあ簡単で、それまた簡単でね、金利を見るとこれが日本の政策金利です、はい、ずっとゼロ金利近辺ですよね、はい、でこれがアメリカの政策金利です、はい、でこれが2007年です、はい、2007年当時アメリカの政策金利は FF レートですけれども、日本の政策金利を大幅に上回って、だから日米の金利差も大幅にあの開いてて、その中で円売りバブルが発生したっての見ましたよね、はい、ただしその当時はアメリカだけがすごく金利差があったわけじゃなくて、はい、他の国を見るとこうで、そうですね、一番金利が高かったのは主要国で、金利が高かったのは緑だからオーストラリアですよ、はいはい、そして青がイギリスですよ、はい、ポンド、この2つなんかはアメリカ以上に、はい、あの日本との金利差が開いてるわけですよ。なるほど、はい、ね、いいリアクションですね、本当に。こうやって相手していただくと本当に皆さんにも伝わりやすいと思いますよいやだからドルにだけ集中しないで、もうポンドとかオーストラリアとか、そう、あちこち2007年の円売りバブルはクロス円が主役になるわけです、ね、クロス円、はい、クロス円の円安が主役になるわけですよ、はい、オージー円とかね、ここにみんな買ってましたあの時、はい、ここにはないけどもトルコリラ円とかね、ありました、そういうのが主役になるわけですよ。ドル円はだからさほどね、さっき見たようにドル高円安にならなくて、はい、で結局行き過ぎた円安でもドル円が行き過ぎた円安になってくると経済に与える弊害が大きいから介入の対象になるわけですよ、うん、クロス円、オージー円とかね、あのまあユーロ円なんかがその行き過ぎた円安になってもあのドル高円安ほど の弊害にはならないから介入しないわけですよ、うん、なるほど、はい、だからこの時には介入しなくて、はい、介入しないとなると円売りバブルが止まるのは、それはさっき繰り返しになりますけれども、はい、アメリカが利下げをする時までね、はい、あの円売りバブルは崩壊しないので長引いたわけです、はいはい、今回それが違って今の金利差ってアメリカが圧倒的ですもんね。ね、まあみんなあのこの2年ぐらいのインフレ対策で金利上げましたけれども、うん、アメリカが一応主要国の中で最も金利が高いわけですよ、はい、うん、だから今回の場合はあの大幅な金利差の主役は日米になってるわけですよ、はい、そうですね。その結果あの2007年と違って今回はドル高円安が介入しなきゃならないほど行き過ぎた動きになってるわけですよ、はい、でそれを僕らは今見てるわけですよ。そうです ね、はい、今回は円売りバブルがあの行き過ぎたドル高円安をもたらしているもんだから介入で対応するっていうのはこれまでのルール通りですよ、はい、あとはそれでね止まんのか止まんないのかというところですよね。でもすごいとどめを刺しに来ている本気だなって感じですよね。そうですね、うん、でその介入がなかなかね、うん、さっきもご説明した通り最初はあの152円台、ね、この間の高値151円の90銭をあの超えたら出るんだろうなと
いうふうに思って、でも出なかった。出なかったんです、はい、なぜかなって思って、はい、まあ、一応考えられるのは、うん、ちょうど抜けたタイミングのところで韓国が総選挙やって、あ、これで結構大事ですよね、日本との関係においても。ユン政権がね、はい、ユン政権の与党が、まあ、予想されてたことですけれども大敗するわけですよね。そうです、はい、だからそうすると、あの、日本に対して弱腰なんだからだとかね、うん、ユン政権の、 あの新日政策は、あの、ちょっとまたひっくり返っちゃうかもしれない、ね、とかなんとかっていうふうに出るわけですよね、はい、でちょうど同じ日に、あの、岸田総理がね、訪米して、はい、あの、バイデン大統領と会ったりとかしてるわけですよ、うん、でちょうどこの、だから152円を超えたタイミングって、韓国ではね、そういう、あの、ユン政権の親日路線の転換圧力が強まりそうになって、はい、でそれって日米にとっても、あの、嫌なことなわけです。そうですね、まあ、中国包囲網で手を組んでおきたい同盟国ですね、日米韓で中国を包囲したりとか、うん、あの、北朝鮮に、あの、対抗するということでやってるから、はい、ね、今のやっぱりユン政権の親日政策っていうのは、はい、あの、変えてもらいたくない。そうですね、はい、じゃあどうしたらいいかってことで、あの、他でそういう報道ってあまり見ないから僕の思い過ごしかもしれないけれども、はい、結局その後にね、あの、日米韓の財務省会議を開いて、うん、円安と、あの、それから円安に対して深刻な懸念を表明するっていう共同宣言を出したじゃないですか。これ初めてのことなんですね。ですね、はい、で結局これって僕からすると、うん、あの、日本と韓国の関係ってやっぱり重要ですよね、はい、こうなると利害の一致する、はい、あの、通貨安の阻止みたいなところで、これだけね、はい、日本と連携することは重要なんだから、はい、だからやっぱりその日本と、あの、親密な関係をね、続けることは重要なんだってことを確認するためにやったんじゃないかなって僕は思って、はい、でそうなってくると、これの共同声明を出すまでは介入できないから、だから152円超えても共同声明出るまでね、この頃調整してたってことか。僕はそう思ったんですね、あの、しきりにその鈴木財務大臣がね、うん、万全を期してっていう言葉を使うわけですよ。おっしゃってましたね、そういえば。だから僕からすると、その前と後にその隠れた言葉をね、僕が、あの、追加するとなると、単独介入でも止めることはできるんだけれども、万全を期して日米韓で協調を確認した後に対応することにしましたって、そういう意味かなってずっと思ってたんですけれども、だったら共同声明出たらもう出る、あの、介入もあるなと、はいはい、でそれがまさにね、あの、155円を超えるタイミングですよね、はい、ちょうど1週間前 の、 あの、金曜日に日銀の例の金融政策決定会合があって、はい、あれでね、みんななんか、あの、上田さんが、あの、その円安を懸念しなかったからとかなんとかと言ってますけども、あんなのこじつけで、いつもこの番組では言いますけれども、はい、日銀の会合なんていうのは共通してるのは全てボラティリティが上がると、はい、終わった後にすごい動くと。そうですね、はい、それだけが共通してるわけですよ、はい、だから僕は、あの、上田さんが何を言おうとね、関係なく、あの、記者会見が始まったら円を売っていく、はい、やろうとしてた人たちはもう最初からやるっていうつもり、それだけでしかないなと、はい、あとはそこにね、今回の場合はこれまでと違って介入をやるかもしれない、うん、そう思って見てました。なんでなかったのってちょっと ね、それがなかったから、はい、で僕、あの、ご存知のとおり X 随分使うわけですよ、はい、投稿するわけです ね、ポストね、ポストするわけですけれども、で当たり前ですけども、あの、僕あんまり愚痴は言わないんですよ、うん、キリがないからね。でもね、ここはやっぱり我慢できなくて、はい、理解できない、でかい、ここで介入しないのは理解できないっていうふうにやったら、あの、あれが50万ビューとかになりました、ね、わあ、すごいすごい、みんなそう思ってる、そうだそうだ、イーロン・マスクのみんなに、まあ、イーロン・マスクはもう桁違うでしょうけども、はい、50万ビュー超えてましたもんね、はい、だからみんなそう思ったんでしょうね。でだからこの後からあんな感じで糸が切れたタコ状態になるわけですね、はい、そうですよ、あっという間にもう介入はできないんだ、はい、やらないんだったらこんなどこまでも円売れるねみたいな、安心してみんな ね円ショートしましたね、これって感じにこうなっていったと、うん、いうことですけれども、あの、それに対して今週の月曜日にご存じの通りね、あの、介入が出てきて、祝日の午後1時1時5分ぐらい、介入ってこれまた僕よく、あの、と X のね、ポストで、あの、グラフつけてやりますけれども、プライスパターンすごい似てるんですね、うんうんうん、
特に今回月曜日の介入って今回の最初の介入になるわけですけれども、2022年の最初の介入って9月22日ですけれども、はい、プライスパトン全く同じで、1時間足で1時間足でね、ドル円の1時間足を見るとほぼ重なるわけですよ、はい、最初の1時間で5円下がるわけですよ、はい、その後 2,3 時間1回戻して戻って、はい、半値近く戻して、でそこからまた下がり直して安値更新するみたいな、はい、だから今回全く同じなので、まあ、神田さんね、神田財務官がノーコメントとかで言ってますけども、もう介入以外の何もでもないプライスパターンなわけですよ、はい、神田さんの表情からもね伺いましたね。ね、大体あれ祝日だから、はい、祝日にわざわざ財務省行ってるんですよ、介入きっちりね、介入やるために行ってんだろうね、うみたいな、ね、はい、ところはあるので、で今週の木曜日はね、はい、さっきお話したみたいにちょっとサプライズ的な介入でしたけれども、だからプライスパターンも若干違いますけれども、はい、それでもやっぱり最初の1時間でもう5円近く下がってるんですよ。だから介入のプライスパターンって本当に似てるので、うん、おそらくそのつもりでやってるんだろうなと。だから最初にね、もう5円ぐらい下がるところを目標にして叩いていくみたいな感じでやってるんだろうなっていうふうに僕は思いますけれども、でもうね、今回って結構やっぱり難しいんじゃないか、止められないんじゃないかとかって意見ありましたけれども、先週はそう思いました、はい、僕はね普通に考えたらそうでもなくって、はい、これまた投機筋のドル円のポジションをご覧いただいてますけれども、はい、2022年の9月の22日最初の介入の時でこうですよ、うん、つまりドル買い円売りポジションって8万枚ぐらいなわけですよ、はい、で今回はここですよ、18万枚ですよ、規模レベルが違う、ね、うん、だからすごいドル買われすぎ状態になってるわけですよ。そうですね、言い方としては過去マックスのレベルですから ね、 8万枚だったらまだ介入やってもね、まだまだみたいな感じでドル買い続けていくっていうことはあるんでしょうけれども、うん、はいはい、もう今だと過去マックスのものですから、はい、もうこれ以上買えないようなところでね、はい、介入やってるってことは介入の側から見ると、はい、全然有利だなという具合に思うんですけどもね、2022年の場合は繰り返しになりますけど、8万枚から結局その後1ヶ月ドル高円安が続いて、はい、その中で、まあ、10万枚ぐらいまでこのポジションがね、はい、拡大しているのが分かりますよね。それでも10万枚ぐらいなわけですから、はい、だから今回はもうこれ以上拡大できないようなところでやってるんだから、かなり有利だと思うんですけれども、うん、で結局2022年の場合は10月21日の2回目の介入っていうのは今回の FOMC の介入とすごその、ね、テーマに似てるんですよ。似てるかも、うん、10月22日本当金曜の夜の11時半とかなんですよね、あれってね、はい、テーマが両方 FOMC なんですよ。あ、で僕はそれって今回の介入の前に気づいてやっぱりポストしてるんですけれども、はい、でも10月21日だから2022年の話ですけれども、もちろん FOMC ではないわけですよ、うん、ただこの時にね11月の FOMC 前なのになぜ10月21日に150円を超えてねドル買い進んだかっていうと、利上げ幅を 1% にするんじゃないかっていう見方が広がる中で、大橋さんよくご存じの通り、あの当時ってインフレ対策ものすごかったので、はい、0.75% の大幅な利上げをもう何回も続けていくわけですよ。4回やりました、4回、ね、はい、ところが11月の FOMC ではそれでも足らずに 1% に利上げ幅を拡大するんじゃないかっていう観測が広がって、はい、その中で介入やってるにもかかわらずに150円を超えてドルがね151円まで上がるわけですよ。ところがここのところでウォールストリートジャーナルの記事が出るわけですよ。ニック・ティミラオス、ね、フェドウォッチャーで有名な方ですね。ね、ウォールストリートジャーナルのフェッド担当っていうのは、うん、フェッドのね本音を代弁する役割ということで、うん、フェッドスポークスマンなんていうふうにも、ね、言われますけれども、はい、その記事で、はい、やっぱり 0.75% 程度にとどまりそうだとかっていう記事が流れるわけですよ。そういうニュアンスの記事でしたね、はい、だから151円つけたけどもその後こうちょっと下がり始めるわけですよ、はい、そこで介入やるわけですよ。これだからタイミングが下がってきたところというところが面白いですね。そうだから、ただこの場合は9月その最初の介入は145円ですから、まだ最初の介入よりは全然高いところで、下がってきたところを追っかけてやるっていうのは同じですけれども、うん、普通に円安阻止介入なわけですけれども、そうですね、だから今回も僕は FOMC やって、はい、でパウエルが
利上げ再開の可能性を示唆するんじゃないかとか流れてるじゃないですか、はい、でもね普通に考えると今から考えてみると 1% も利上げするはずねえじゃねえかって思うでしょ、ね、渦中にいるとみんな夢中になるから それがいかにおかしいとか行き過ぎるとかあまり考えないわけですよ、はい、だから 1% もしかしたらって言ってね利上げしてるわけですよ、はい、で今回の場合って僕的に言うとですねあんだけなんか利下げ3回とかもするとかって言ってた人たちが急にね利上げ再開するとかって触れすぎじゃんって思うんだけれども、うんうん、渦中にいるといやいやとかってもしかしたらあるかもってそうそれで材料でこう買っていくわけですよ、はい、だからそれがねさすがに利上げ再開は示唆せずってことになったらちょっと下がってきた、はい、ちょっと下がってきてそれこそ前の介入の水準よりも下がってんだけれども下がったところを FOMC を材料にドルが下がったところを追っかけて売ってくるっていうのは同じパターンなわけです。そう下がだから上がったところを抑えるだけじゃなくて下がってるところを叩くみたいな、ね、やり方するんだってちょっと思いますね。そうなんですよね、はい、ですからあの相当冒頭に言った通り、はい、僕からすると予想以上にこれ強い覚悟でやってるなって、はい、神田財務官本当はこうやって見るとねポジション的には今の方がすごいドル買われすぎ状態なんだから僕からすると買いにやったら僕何回もいろんなところ言ってるんですけども今回は一発で終わるって、うん、買いに一発やったらねもう全部円売りバブルは終わっちゃうと思うっていうふうにいろんなところで言ってるんですけども僕が思ってるほどあのおそらく介入当局の方はあの簡単に思ってないでしょうね、はい、でそこのところは僕のうがちすぎかもしれないし陰謀論的ではありますけれどもなんかやっぱりねこう円クライシスというか通貨危機を起こそうっていうふうにこれだけあの大幅な金利差で円売りが圧倒的な有利な状況の中でねそれこそ通貨危機まで起こしちゃって大騒ぎさせちゃって大相場にしちゃって大混乱にさせちゃってみたいなそう考えてる人いる可能性っていうのはあるんじゃないかな、はい、だからあの当局としてもね、はい、これは万全を期して、はい、許すマジということですね結局160円まで介入しなかったのも、はい、そこあんのかなと、うん、僕からすると繰り返しになりますけれども155円でやんなかったらそれはと思うんだけれどもそこまで甘く考えてないみたいで、うん、だからもう万全を期して160円って出てきて、はい、そしてあの市場関係者からね卑怯じゃねえかそんな時間帯に介入するのはとかで言われてもですね関係ない、はい何でもありなんだっ って言ってましたもんね24時間できるんだってそう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 飛行機乗っててもできるんだっておっしゃってましたもんね飛行機とかっていう発言はね2022年の時にも言ってんですけども、うんうん、僕今回はねやっぱりすごく、うん、あの最初の方で言ってるからあの初めてお聞きになる途中からお聞きになってる方もいらっしゃると思いますけれども、はい結構普通だったらとどめ刺すような介入のやり方をね、はい、こんな最初からやってくるっていうのはすごく意外で、はいはい、でもそこっておそらく僕が想像している以上に強い覚悟でここで止めなきゃダメだって思ってる気がしますけどね、はい、そのあたりは今日なんかもすごい重要だと思うのでそうですね、はい、こうやってまああのこれ先月もねこのあの番組の中で使ったものですけれどもこ あのポジションって結構特徴あって黒丸印をつけたところはそのドル買いポジションの手締まりを加速しているし赤丸印をつけたところは、ね、再び円ショートそう、うん、ドル買い円ショートを、はい、あの拡大しているみたいな感じで、うん、結構売買の転換点になっているわけですけれどもこの意味って何かということでドル円の、ね、グラフにこうやって重ねてみると、はい、これが本当に感動的にびっくりするんですよ、ね、120日移動平均線なわけですよ すよねだから120日線を下回ると、はい、120日線を下回るとドル買いポジションの手締まりが広がって、うん、で120日線を上回ってくるとドル買いポジションをあの拡大が加速するっていうこうやって見ると、はい、さっきね2022年介入を9月22日から始めるんですけれども結局ドルが引かないまんまあの10月21日1ヶ月円安は、はい、あの続くわけですよね、はい、分かりやすいですよね、うん、この時に120日線上回ってるわけですよそうなんですよね介入ずっと終わるまでずっと上回ってるわけですよ、はい、だからあのドル買い引かないわけですよ、はい、ところがその後10月21日に介入して、うん、翌営業日って週明けの10月24日になるんですけどもそこでもとどめの介入やって一旦止まるんですけども、はい、大事なことはそれでもやっぱりねあの145円割らないわけですよ、はい、145円を上回ったところでまだねジタバタしてるわけですよ
だから下手したらまだ終わってない可能性もあったんですけれども、大橋さんよくお存じの通り、11月の10日に CPI が発表されて悪かったらドル円140円まで下がるわけですよ。ドル金利が勝手に下がってくれたんです ね、はい、でこれ重要なのはですね、はい、その時の120日線って140円なわけです、はい、CPI ショックで120日線割ってくるわけですよ、はい、割ってこれをご覧いただいて分かりの通り継続的に割ってくるわけですよ、はい、だから一斉にドル買いが引くわけですよ。そうですね、この辺面白いですね。ということからすると今回も勝負って、うん、今こうやってね、あの介入2回やってびっくりして一時153円割れるところまでドルが下がってきてるじゃないですか、はい、あんだけドル買われすぎてんだから結構僕ドル買いポジションの手締まいってのも、あの損益確定の売りってのも入ってきててね、はい、あの介入以外の売りってのはそれだろうなとは思ってるんですけども、はい、これが本格的にあのそのドル買いの撤退にね向かうためには、みんながやめると、はい、そう、これ今その120日線が148円の60銭なので、だから150円を割れてくるなってなったら、あの AR その ALM かなんだ、リスクライアビリティマネジメント、はい、まあいいやまあいいやいいや、あ、まあいいや、そのリスク管理の観点から、はいはいはい、あのポジションの手締まいっていうのは加速するのは、はい、150円割れるかどうかだと思うので、はい、そこまで、うん、その通貨介入当局がね持っていけるかどうかっていうのがもう最大の勝負なんじゃないかなと。それ上回ってるとまだね、はい、やっぱり絶対的に有利な円売りっていうのはついてくる可能性があるので、150円を大きく下回るっていう見通しが出てくるかどうかっていうのが最大の感じじゃないかなと。そうですね、だからまだあの財務省としては神田さんとしては勝負はまだ終わってないぞと思ってマーケット見てるってことですよね。と思いますけども ね、はい、じゃ あの買いに負けたらあのそのどん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 ね、うん、それこそ本当に通貨危機みたいな感じで160円165円170円になるかっていうとですね、いつも言ってることですけど本当はもう循環的にはねドル高円安の限界圏にこう来ているので、だからいつ終わってもおかしくないっていう状況は変わらないと思うんですけども、はい、ここで一つご説明したいのは終わった後ですよ。終わった後これ見るとね、5年線を最も上回ったのっていうのは1998年と2015年と2022年じゃないですか。2022年はご存じのとおりさっきから言ってる介入で一旦終わったところですよね、はい、でね1998年と2015年に注目していただきたいんですけども、これってだから記録的なドル高円安なわけですけども、5年線の上回り方がね、ただねあの円安の中身は全然違うわけですよ。1998年は絶望の円安ですよ。絶望だったんですね。これだって山一証券破綻したりとか、金融危機でとか、ね、日本デフレに転落してとか、なんかその中で、はい、日本経済もあの総悲観論の中で、だから株安と円安が連動するっていう風にキャピタルフライト起こってんでしょうみたいな、はい、これだから絶望の円安ですよ。そうでした。バブル崩壊してしばらく日本人それに気づいてなかったんですよ。この年本当にやばいなって思いました ね。そうすると、はい、もうこれはどこまでも円安止まらなくてもおかしくないねって思うわけですよね、うんうん、一方で2015年はアベノミクスの円安ですから、これは、ね、政策的に持ってったって、そう希望の円安ですよ、うんうん、で希望の円安と絶望の円安、今どっちに近いですかっていうと普通は絶望の円安に近いわけですよ。そうですね、メディアの論調もそうです ねやばいんじゃないのって、はい、介入では円安変えられませんよとか、はい、介入でファンダメンタルズ変えられませんよとかって言うんだけども、笑わせんじゃねえよみたいなだって去年ファンダメンタルズで150円しか正当化しなかったのが、なんで今年160円になってるかっていうと、急に1年でねファンダメンタルズ変わったのかよって僕からすると思うわけで、むしろ金利差はねあれですね、日中にもちょっとだとは言いながらも、うん、ちょっと金利上げてるわけですよ、うん、だからあのそんなに急に変わるのっていうのは、今日何度もご覧いただいたみたいに投機の円売りとかっていうのは急増してるわけですよ、はい、うん、こっちの方がだから説明できてるわけですけれども、はい、まあ、それだけな結構絶望の円安に近いと思うんですけれども、で絶望の円安と希望の円安っていうのは終わった後の反動っていうのはどっちを聞くか分かります？絶望？そう、1998年が絶望、はい、2015年があの希望なわけですけれども、うん、あの1998年は円安が終わるとですね、その後は円高に大反転するわけですよ。しかも期間も長いね、うん、これはね、はい、1998年は、まあ、7月か8月に147円ぐらいで円安が終わるわけですけれども、はい、これも僕が得意なネタですからよくご存じの通り、あの LTCM ショックとか起こったら
その後特に10月は10月の6日だけで1日に10円ドル下がるわけですよ、はい、で2日目もまた10円下がるわけですよ、はい、で3日目はね5円ぐらい下がってたった3日間で25円とか大暴落するわけですよ、はい、なんでこうなったかっていうとヘッジファンドのタイガーファンドなんかがね、はい、ドルロングで大量にしこってるっていう噂が流れるわけですよ、はい、これを損切りでね投げ売りしたら損壊れるぞってみんな思うわけですよ、うんうん、だから毎日10円ずつ下がるわけですよ、はい、でこれって絶望の円安だからなわけですよ、はい、絶望の円安だからちょっとぐらい下がったってまだまだドル買い円売りは有効だと思うわけですよ。なるほど。だからすぐに押し目入るわけですよ、はいはい、入ってちょっと下がってもね、はい、いやまた戻ってくるかと我慢してるわけですよ、はい、だから逃げ遅れるわけですよ。は絶望だから円買いへの転換が遅れるわけですよ。なるほど。円売りの方が強いと思い込んでる人たちがいっぱいいるってことですね。そうそうそう。今回もそれに近いので、うん、まだ終わったかどうか分かんなくて今日何度も言ってるみたいに、うん、もう下手したら円クライシスになるかもしれないみたいなね、それは僕からすると嘘から出た誠ってやつなんですけれども、はい、まあ、そんなのもなくはないので、ね、うん、そういうのをやろうとしてる人もいるかもしれないので、だからまだ気が抜けないと思いますけれども、でもね終わっちゃった後っていうのは結構やっぱり切り替えをはっきりしないと逃げ遅れてその後大変なことになるっていうねリスクもあるんだろうなと思いますね。今回はね介入も本気だし、やっぱりこれ買いさせようとしてるところはあるかもしれないですね。そうですね、はい、いろいろとまあこういう局面だから時間はまああとちょっとになりましたけれども、うん、面白い面白いというかどうか、はい、話としてはまあいろいろとドラマティックですよ、はい、でなかなかねこう利上げがアメリカ利下げしないっていうので、はい、だからそれもそのドル買いが長引いてる理由だっていうふうに言いますけれども、まあ、そもそもここまでの利下げっていうのがおかしくって、これニューヨークダウの推移です、はい、でこれまでの最後の利上げっていうのは去年の7月ですよね、うん、はい、そうでした。でその後はちょっと株下がるわけですよ、うん、ところが去年の年末から今年にかけてからずっとすごい上がるわけですよ。そうなんですよね。考えていただきたいのは、はい、株っていうのは景気を先取りして動くのが基本なわけですよ、はい、景気の先行指標の一つですよね、はい、そんな株がこんな高値更新してるってことは景気が先行き減速するって全く考えてないわけですよ、うん、そんな中でね2回も3回も利下げするっていうのはそっちの方が全然不自然ですよね。はい、たまにね吉田さんは円高予想してるから円高になる材料を集めたがりなんじゃないですかっていうふうなことを言われたりするんですけども、うそういう傾向はなきにしもあらずですけれども、ただ僕は利下げに関しては一回もするって思ったことないですよこの局面で常に GDP 紹介してくださいますもん ね、はい、ああいうのすごくあれ見てると細かくチェックしますし、はい、何よりもやっぱり株価チェックしますよ。そう、はい、こんだけ株がね高値圏で推移してて利下げ必要ないですよ ね、こんな株強かったらね。そう、ただここに来てようやく少し下がり始めてきてるわけですよ、うん、やっぱり高金利続くんじゃないっていうのは怖くなってきたんですか ね。でこれが大事ですよ、うん、何度も言いますけども株は景気を先取りして動くのが基本だから、はい、そんな株が下がり始めてきたっていうのは世の中の一般論と逆で景気の先行き減速をいよいよ織り込み始めてきてる可能性があるということなんでしょうね、はい、まだただ現実なその兆しって確認できなくて、アメリカの成長率はご存じのとおり去年の4月期は 5% 近い異常に高かったですよね。高かったですね。その後少し減速してきて特にこの、うん、今年の1、3月期って結構ね予想よりも低かったんですよね。そうなんですよ、はい、ただ残念というかなんというかですね今年の4、6月期今またリバウンドするんですか。 GDP Now の予想は 3.9 って出てきたんですよ、ね。1日に ISM 指数が発表されたら弱かったから 3.3 に下方修正したんですけれども、はい、これ資料作った時にはまだ 3.9 とか全然減速の兆候ないですよね。そんなに利下げしないですよ ね、 だったら、はい、でもねだからといって今年利下げないっていうふうに考えるのは、はい、おそらく違うんだろうなと、はい、これを考える必要があるんですよ。何ですか。アメリカの金融政策の転換パターンをね、うん、見てみる、はい、うん、だから今回の場合だったら最後の利上げから今度利下げに転換する局面、はい、1990年以降で利上げから利下げへの転換っていうのは5回あったんですよ、はい、5回の平均を見るとですね平均を見ると 10.8 回なんですよ。最後の利上げをやってから1年以内に利下げするっていうのが
平均的なパターンなわけですよ。今回は去年の7月だから、だからそう6月とか ね、その5月とかだから、そう予想が多いんですね。そうそう、だからみんな、ね、早ければ3月もとか6月にもとかなんか言ってたのは、そういう過去の経験の影響ってのはすごく大きいと思うんですけども、はい、で今回はでもね、結局水曜日の FOMC なんかを受けて利上げ再開はともかくとして、やっぱり利下げは慎重になって、年内3回の利下げはちょっと難しくぽくて、早くたってせいぜい9月とか、年内1回あるかないかって感じになってきてるじゃないですか、仮に9月以降の利下げってことになってくるとですね、去年の7月の最後の利上げから1年以上経っての利下げってなるわけですよね、はい、平均を随分超えちゃう、そう、遅い利下げになるわけですよ、ただこれって今までに経験したことがないことではなくて、あるにはあるんですね。あるんですね、利上げから利下げへの転換が1年以上かかった一つは2007年なんですよ。リーマンの直前の時か。そう、でもね、大橋さん、2007年って僕今年は2007年と似ているっていうのが共通のテーマだと思うって話をずっとしてきてるんですけども、はい、ここでもそれが重なっていくんですね。そうですね、利下げ遅くなるかもっていうことね。そうで、もう一つ1年以上利下げへの転換が遅れたのが1998年なんですよ。これなんとかショックがある時ですよね。すごいですね、その通りです。はい、そういうことなんですね。遅い利下げって必ずなんとかショックをきっかけに最初の利下げになるわけですよ。あ、これがまず1998年にかけてのニューヨークダウです。はい、お気づきの通り、ここでは LTCM ショックって起こるわけですよ。破綻しちゃうんですよね、 LTCM、 ロングタームキャピタルマネジメント。それまでって、はい、これご覧いただいてお分かりの通り、株はね、下がっても1割とかそのぐらいしか下がらないわけですよ。強かったんですね。で、高値更新続けている今と同じなわけですよ、はい、だから利下げ必要ないから、利下げが遅くなるわけですね。ただ LTCM ショックが起こると、ご覧の通り株暴落するわけですよ、はい、これで最初の利下げになるわけですよ、はい、遅れたんですね、下がってから慌てて。2007年も同じなんですね、はい、2007年はサブプライムショックが起こるわけですよ、はい、パリバショックとかなんかそんなのが起こるわけですよ。ありました。そこでね、それまでは大して株下がってないじゃないですか、うん、ここで初めて1割を超えてとか大きく下がってくるわけですよ、サブプライムショックでね。でそこで緊急利下げするわけですよ、はい、ここから予想できることは、景気が良くって利下げへの転換が遅れるっていうことは、別な見方をすると高金利が長期化してるわけですよ。だから歪みが出てるところがある。高金利の長期化が歪みをもたらして、急になんかショックが起こるわけですよ。だから急に利下げになるわけですよ。みんな気がついてないところで蝕まれてるところが突然破綻してる、ね、だから今回の場合も、景気がいいから利下げをしないっていうのはおかしくないですよね、でも今までのこの似たような遅い利下げのケースを参考にしたら、おそらく利下げっていうのは急に現実味を帯びてくるんですよ。これ年内にこんなことがもしかしたらあるかもしれない、だから僕はこれって2つともね、はい、最後の利上げから1年以上利下げしない中で、なんとかショックが今度起こるわけですよ、はい、そうですね、まあ普通に考えたら8月以降なんかミニショックでもなんか起こってね、そうじゃないにしても株がどんどん下がっていくんでしょう。でこれ前も言ったことですけれども、バブル崩壊では僕は全然ないと思うので、ただバブル崩壊っていうのは7割とか8割株が下がるものなので、はい、逆に言うとバブル崩壊じゃなくても、上がりすぎの反動でも 2,3 割株が下がることっていうのは全然あるわけですよね、はい、でも 2,3 割株が下がってきたら利下げっていうのは全然現実味が出てきますよ、逆資産効果とかそんなのでね、はい、だから僕はやっぱり株を見ていく必要があって、はい、今までの似たケースを参考にすると、突然利下げが現実味を帯びてくる、はい、それまでは全く必要なそうなんだけども、はい、急に利下げが必要そうになってくるという可能性があると思うので、はい、そういう観点はちょっとね、でそれこそがまさに金利差縮小で、はい、円高が大きく進むかどうかの一番のポイントになると思いますので、はい、もう時間がないので、はい、ここからのその他のそうドル買いポジションものすごい拡大してるんですね今ね、はいはい、円売りが拡大してるだけじゃなくて、はい、主要通貨のポジションで試算したドル買いポジションもすごい拡大して、これも過去 最大規模なんですね。なるほど、はい、ドル買いの一極集中起こってるんですね今ね。米ドルに資金が集まってるんですね。そうですね、はい、ここもだから
まあ、レポートとかで書いてるのでそちらの参考にしてくださいね。今日はちょっと時間がないので、はい、ユーロに対してポンドに対してとか、まあ、これも面白いですよ。ドル買いの過去最高っていうのは2015年なわけですよ、はい、その時の主役っていうのはユーロ売りなんですよ。あ、なんとか危機、ギリシャショックとか、それからしばらく経つんですけどもマイナス金利をやるわけですよ。ECB が、 ECB のマイナス金利やりましたね。そう、はい、今回は円売りが主役ですけれども、はい、でもどん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 それがね、はい、ドル買いの一極集中になってきている、はい、でドル高円安が進む中でこうやってクロス円も軒並み過去最高の上がりすぎになってきている、はい、そういう状態が今ですよね。そうするとクロス円も気をつけた方がいいということになりますよね。ドル円次第ですね。ドル円が下がったら、はい、クロス円も下がるし、はい、ドル円がまだ上がっていくんだったらクロス円も上がり続けると、そこの大きな分岐点が今日と、今日、はい、いうことなんでしょうね。もう間もなく発表になります。皆さんからいただいた質問に回答いただく時間なかったんですけれども、またこれはポストしていただきましょう、はい、X の方で、間もなく雇用統計数字が発表となります。今チャートの方に画面切り替え、あ、下ですね、数字が出ました。実績 NFP17 万5000人ということで、久しぶりにね20万下に来ましたね、はい、下に触れましたね。失業率は 3.9% に悪化しています。平均賃金も 3.9% に、全部予想か、インフレ率も下がったと、弱かったですね、いうことで、あ、これは日本の通貨当局としても安心でちょっとホッとしてるかもしれないですね。そうですね、はい、152円の今30銭ぐらいまでね、下がってきています、はい、一気に、ドル売りになっています。非農業部門雇用者数前回が 30.3 万人と大変強い数字で驚いたんですが、うん、今回は 17.5 万人ということで、だいぶ1ヶ月前よりも少なくなりました。予想も下回っています。久しぶりですね、なんかね、こういう、そう、いつも、ね、強くて私たち驚いてたんですけれども、20万人未満ってなんか久しぶりに見ますよね。やっぱり少し高金利が続いてきたことの弊害が出始めているのかもしれないですね。そうですね、はい。ドル円相場、これ1分足で皆さんにご覧いただいていますけれども、じゃあ他の通貨ペアはどんな感じでしょうか、はい、今ドル円152円の10銭ぐらいまで下がってきて152円割れるかどうかみたいになってるんですけれども、うん、ユーロドルとか見てみましょうね。ユーロドルは、ユーロドルは 1.08、ね、うんうん、08を超えてきてるんですね、はい、こっちの方もだから、まあ、素直に、はい、このネガティブサプライズって言っていいんでしょうかね、はい、結局ユーロもドル次第ですよね。なんか本当はユーロ ECB って6月に利下げをするということで、この主要先進国の中では一番早いので、はい、ユーロ売りかななんて素人考えでは考えてしまうんですけど、今やっぱり、うん、金利差がそれこそドル円みたいに大幅に開いてるわけじゃないので、うん、そもそもやっぱりボラティリティ上がらなくて、うん、本当は大橋さん今おっしゃったみたいにね、6月にアメリカより先に ECB が利下げ、はい、しそうだねってなったところから金利差ってすごく開いてるんですよ。開いてるというか、はい、ユーロ列位が拡大してるわけですよ、うんうんうん、だから金利差通りに動いてたら 1.05 とかって全然割っておかしくないんだけれども、ね、ユーロ売りかなって、うん、金利差への反応がすごく鈍いし、鈍い、うん、そもそもやっぱりドル円なんかから比べると上がりもしないし下がりもしないみたいなユーロドルってトレード目読みがちょっと薄いなと思いますね。今やっぱりね、これだけ金利差が大きく開いているドル円とか、はい、クロス円とかがあるから、はい、そうするとやっぱり金利差的にあまりさっき言った通り微妙な状況であんまりみんなその取引しない、うん、バブルは起こらない、はい、圧倒的な状況でバブルは起こる、みんな何言ってんだよ、円売り以外にじゃねえかよみたいな昨日始めた人でもそう思うくらい分かりやすい、なんか大幅な金利差なので、渦中にいると見えなくなって、ね、いろんな情報に右往左往しますけど、でやっぱりね、急に例えば日米の政策金利差で言ったら去年からもう 5% 以上になってるわけですよ。5.5%、5.6% になったのは、さっきご覧いただいたみたいに、去年の7月に最後の利上げやったところからなってるわけですよ。そこからは政策金利差でいうと、別に開いてないんですよ、うん、そうですね、ずっと、はい、ただ、誰でもそうですけども、その有利性っていうのを認識するのは、じわじわって広がってくるわけですよ。だから、大幅な金利差が
になったからといってすぐに円売りが拡大するわけじゃなくて、これが長期化する中でどん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 こう広がってくるわけですよ、はい、やっぱそれが得だねっていうトレードは気づいてくるわけですね。最初はね、はい、いやそうは言ってもとか急に変わるんじゃないかなとか思うんですけど、うんね、長期化してたら安心してできる。そう、今回のようにもう半年以上とかそういうのが続く中で、はい、うん、特に今年に入ってからっていうのは、あ、これ円売りも目つぶっても円売りじゃんみたいに思って、はい、そうするともうそれが普通バブルになるわけですよね。バブルを作り始めてるんですね。でもバブルってことは弾けるところにまで向かってるわけですから最終局面ですよね。そうなんですけども ね、まあ、まだ150円割れそうになるまでは、はい、一応気をつけていた方がいいじゃないですかあ、でもこれドル円、これユーロ円、あ、ユーロ円、あ、クロス円もやっぱ下がってんですね。そうですね、さっきから言ってるみたいにやっぱり今回って、うん、2007年との違いってことで僕ね、今回一番やっぱり日米ドル円の金利差が大幅なので、はい、主要国の中でアメリカの金利が一番やっぱり高いので、はい、だからどうしてもやっぱりドル円が中心になって、でそれが上がり続ける中ではクロス円も上がるし、はい、下がればクロス円も下がるしと、もうすごく分かりやすい構図ですよね、はい、で152円を割れるかどうか試すような動きになってきていますけれども、はい、152円ってそれこそ今日何度も見たように介入期待してたとこですもんね。そうそう、だからあそこでずっとほらブロックされて、そう、揉み合いが長かったとこですね、うん、だからあそこ割るって結構重要ですね。そう、テクニカルに見るとやっぱりここのところがあれですよね、ずっと超えられないレジスタンスだったので、はいはい、下がってくると今度は重要なサポートになるので、はい、テクニカルに見ると普通に考えてこの152円を割れるかどうかってすごい大きい意味がありますよ ね、 すね。これ割れたらちょっとあれなんじゃないですかね、やめようっていうか円ショートドルロングの時かやめようって人出てくると思いますけどもね、うん、あんだけドル買いポジションが多いんだから、ね、でやっぱり今年の3月なんかに146円まで下がったことを覚えてるでしょ、はい、あの時なんかもとてもねやっぱりこうしばらくレンジ相場ついてて、うん、でそれがレンジ下っ端になれるわけですよ、はい、そうするととりあえずもう一旦はドル高終わったっぽいねって、どれだけ下がるか分かんないから早めに利益確定しようねっていうと146円は下がるわけですよ、はい、だから今の状況なんかもそれとすごく似てると思いますので、サポートを割ってきたら、あ、さすがに160円で一旦割ってんなこれってみんな思うわけですよ、うん、そうですね、今更ですよ、はい、割りますけども、はい、っていうかこれしばらく155円とかもう超えねえなとかって思うわけですよ。そうですね、だから早めに言っておかんと損切りになっちゃうしね、そうそうそう、みたいに急に投げが出てまた下がる可能性も出てきますよね、重要な節目を割っちゃうとね。そう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 、ですから152円を、うん、大きく下回っていくかどうかっていうのは重要なポイントですね。今一瞬なんか割れつつあるみたいですけどもね。え、だからやはり今回も神田財務官非常にこういいポイントで介入に入ってアメリカの材料を味方につけた、たまたまですかね持ってるのかもしれませんしね、持ってるのかもしれないですね。まあでも結構しんどかったんじゃないですかね、やり方見てるとね、はい、今日何度も言った通り普通に考えたら卑怯じゃねえかって言われるようなこの時間にやんのかとか、そう、本当にもうね、祝日とか朝とかね、はい、なんかツイッターとか他の人 の、 ツイッターって僕ほとんど見ないですけども、たまにねこう、うん、流れてくる、流れてるやつを見ると、ね、怒ってるわけですよ。そうですよあんな時間帯にやんのかとかさでもまあ効果的にやろうと思ったら関係ないですね。そう思いますよ、僕はね、うん、やり方見てると、うん、もう口には出さないけど心の中ではね、うん、何でもありなんだぞって、うん、そう言ってるようにしか思えないですね、はい、冒頭の方でね言いましたけれども、はい、へーって僕木曜日の会に見てて、へー、もうとどめ刺しに来てんだって、そうですね、はい、完全に160円で終わったって思わせようとしてんだって、はい、うん、そしてアメリカの材料も味方につけるっていうところが、これを知ってたのかなってちょっと思う、うん、アメリカと相当密に情報交換をしてるはずですよね、イエレンさんとかとも ね、もしかしたらまあなんかこうデータ悪くなるからみたいな、そこは僕はないと思いますそれはないですかね、思いますけどもね。ちょっとこれドル円冷やしでも形見てみたいですね、はい、よいしょ、あ、ほらこうですよ、ね、
あの152円のとこ、ね、ここのところすんごいなんか列車がね、あの、はい、激しぶったというか、はい、だからまあすごく重要なサポートですよね、うん、はい。だからここで一旦は今の下落が止まる可能性があるんですが、そこからみんな油断して、ね、入れようかっていう時に勧誘入ったり、そうですね、あるかな、うん、あの152円を下回ったところでやるのはどうかなとは思うんですけども、はい、でも一つポイントになるのは、はい、今日って ISM の非製造業の景気指数の発表の日なわけですよ。そうですね、大橋さんね、ご記憶ある通り、これあの発表日が重なる時とな、あのそうじゃない時とはあるんですけども、一、はい、回経験してるでしょ、うん、はい、僕まさにツイッターとかで、あの X とかでね、あのポストしてましたけれども、雇用統計であの時は買ったのかな、買ったんだけれども、 ISM の非製造業の景気指数が悪くて下がってきたみたいな、うん、1時間半後にあるので、そこまであのしっかり見ていかないと、はい、それまでに今はこう完全にもう152円割ってきてるんですけれども、はい、151円の80銭とかになってきてるんですけれども、だからこのまんまね、あの ISM の非製造業景気指数も含めて、はい、152円を、うん、あの完全に下回って終わるかどうかっていうのが今日の最大の焦点ですね。焦点ですね。これ意外とね、 ISM の非製造業景況指数が良くて、もう一回なんかドル買い再現とかになってですね、あの152円はともかくとして153円を超えるとかね、分かんないですからね。今ボラティリティすごくあるからね。高いです、高いです。今週はだってゴールデンウィークなんですよ。こんなに動いちゃって休むに休めないですね。ゴールデンウィークって、はい、あのそれこそさっきギリシャショックの話なさいましたけれども、はい、あれって2010年だか2011年のゴールデンウィークなわけですよ。ああ、そうでしたっけ。あれもだから円高パニックで1日でも4円も5円もなんか円高になったりとかするわけですよね。そう、ゴールデンウィークってあんまりいい記憶ないんですよね。なんか起きるんですよね。やっぱり、はい、まあ、その法人のお休みが重なるためなんでしょうけれども、商いがどうしても普段から比べると落ちるので、はい、そこで今回みたいにポジションが大きく偏っていると、はい、逆に触れた場合ってやっぱりすごくボラティリティが上がりますよね。そうですね、はい、ということで今お話したみたいに ISM の非製造業景気指数も、はい、あのこの後注意していただく必要があると思います。はい、今日の雇用統計の数字ですが、 NFP 非農業部門雇用者数17万5000人、予想が24万3000人、前回が30万3000人、随分予想と前回を下回ってきたと。それから失業率も 3.9% に悪化、平均賃金も 3.9% に低下ということで、全ての項目が良くなかったということでドル売りが進んでおります。そして今日もチャットの方にたくさんの書き込みご質問いただいているんですが、今日はちょっと取り上げる時間がなくて、介入なんかもあった、まあ、話題が豊富でしたので、はい、こちらの質問につきましては吉田さんがこの後 X の方で質問にご回答いただけますので、皆さんぜひ吉田さんの X こちらをフォローしていただいて、そちらでご回答お待ちいただければと思います。今日も、ゴールデンウィークの最中ではありますけれども、たくさんの方にご視聴いただいておりまして大変嬉しかったですね。はい、そうですね、はい、吉田さん貴重な解説どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。そして皆さんも今日ゴールデンウィークの中ご視聴誠にありがとうございました。それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。